明けましておめでとうございます。うさぎ年なのでちょっとうさぎのカチューシャをしてみたんですけれども、はい、そんな感じで2023年の一発目のインリンチャンネルはですね、そうですね、このインリンチャンネルを始めて約3年ぐらい経つんですけれども、チャンネル内ではたくさんの台湾の情報をお伝えしましたが、なんとですね、その間ずっとコロナの影響で残念ながら台湾に観光客もあんまり来れなかったんですよね。果たしてですね、このインリンチャンネルがこの3年間ちょっと役に立ったのかっていうのを最近疑問に思うようになったんですけれども、まあちょっと気づくのが遅いんですけれども、これからももちろん台湾の観光情報とか、そして美味しいグルメですね、あとはですね、台湾の文化などをどんどんこのチャンネル内で発信していきたいなと思うんですけれども、さらにそれに加えてですね、今まではですね、視聴者の皆さんとコミュニケーションがあんまり密ではなかったので、はい、せっかくなのでいつも見てくださっている視聴者の皆さんと今年はですね、もっと密にコミュニケーションができたらいいなと思っています。皆さんのリクエストに答えようかなと思っています。例えばですね、どこどこのお店はすごく美味しいとか、そこに行って食べてきてくださいとか、行ってほしい台湾の場所なども、もちろんなんですけれども、さらにですね、これをやってほしい、何でもいいんです。インリンにこういうのしてほしいとか、企画のリクエストも OK なので、皆様からのリクエストを募集したいなと思います。チャンネル内のコミュニティや、今見てるこの動画のコメント欄に入れていただけたら必ず目を通しますので、3年間たくさんの方に見ていただいているので、視聴者の皆さんにちょっとこう恩返しではないけれども、応援してくれた方の気持ちに応えたいなと思います。そんな感じのことを今年はやっていきたいなと思います。まあ正直ですね、ちょっとネタ切れっていうのもありまして、私台北に住んでいるので、ほとんど美味しい場所、この有名の観光地ももうほぼ行っているんですよ。台湾の文化もほぼこの3年間もうほとんど私の中では、発信しているので、ちょっとこう新しいネタないかなと思っていつも考えたり悩んだりしてるんですけれども、なかなかですね、この3年間本当に週に1回配信しているんですけれども、ほぼこの有名な場所とか穴場とか、私がよく行ってる場所、まあ、絶対みんなに行ってほしいところはもうほぼこのチャンネル内で紹介をしてきましたが、はい、これ以上ちょっといろいろ考えなければいけないなと思って考えているんですけれども、そんな感じで私自身が思いつかないことを皆さんにぜひリクエストをしていただけたらいいなと思ってます。頑張ってその行ってほしい場所も行きますし、してほしいことも頑張って体を張ってしますので、はい、そういうことを今年はやっていきたいなと思います。はい、リクエストをお待ちしております。はい、今年はもっと日本からたくさんの観光客が台湾に遊びに来たらいいなと思います。こんな感じで私も日本にもっと行ける機会を増やしていきたいなと思います。まあ皆さんと逆ですね。そして今年の目標はですね、あんまり目標は立てないんですけれども、なんだろう、わかんない、目標なんかないんですよね。毎年あんまり目標は立てないんですけど、目標というか、まあ、今年はですね、健康に気をつけていきたいなと思います。やっぱりこの年齢になりますと、肉体的の疲れもそうなんですけれども、まあ、精神的な疲れっていうんですかね、もう本当にストレスが溜まると体に一気にこう来ますね。なので今年はですね、ストレスをためずに、はい、健康で元気よく楽しく1年を過ごしたいなと思います。そんな感じで2023年もどうぞよろしくお願いします。コメント欄の方に皆さんリクエストをよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくね。
グッドボタンを押してください。バイバイ。